こんにちは。この動画は楽器の黒ずみを取る方法とそれを予防する方法についての動画です。オーボエの銀メッキの楽器を使っている方は使っていくとこう経年変化で楽器が少しずつ黒ずんでいったり白っぽくなったり、黒ずんでいって錆びたりしていきますよね。それって普通に酸素に触れているだけでもなっていくわけですけど、主に触っていることによってその手の油とか手から出る汗とか酸とかによってそういうふうに金属が変わっていってしまうわけですけど、それは銀メッキの楽器の宿命とも言えるべきもので、仕方ないといえば仕方ないんですが、あまりにそれがひどいとその金属自体が腐食し、その外側の銀メッキだけでなくて内側の金属まで侵食してしまうと、そのキー自体に変形や腐食、侵食が起きてしまって、そうなるともう、ただの見た目だけの問題ではなくて、そのメカニック自体に障害が出てくるわけです。で、僕が持っているこの古い楽器が、下のやつが古い楽器なんですけど、これはもう本当にカメラでちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、もう黒っぽくなって完全に錆びてしまってるんですね。で、残念ですけどここまでこうなってしまうともうどうにもならないんですよ。例えば特にここなんかは分かりますよね。ここ腐食して剥がれてるんですね。で、剥がれてしまうともうここをこうクロスで拭いてるだけでも少しずつ今後剥がれていってしまうわけなんですよ。ここももう地金が出ていますね。こう分かりますよね。で、こういうのはもう治らないわけですよ。しょうがないですけど、で、これはまた綺麗にしたいとしたら、メッキをし直すしかないわけですけど、メッキをし直す場合って何十万もかかりますから、少なくとも十何万二十何万っていう金額がかかるので、そう簡単にできることではないですよね。金メッキの楽器の人っていうのはこの限りではなくて、金メッキの楽器は錆びないんですよ。腐食しないんです。ただ銀メッキっていうのはそうなってしまうし、で、僕は、割と多分楽器を黒くしてしまいがちな手なんですよ。手の体質でもあってなりやすい人となりにくい人がいるんですけど、僕は割となりやすいんですよね。でも年齢を重ねるのとともにこう手のそういうものってこう変化していくんですけど、昔使ってた楽器はかなり黒くなってしまったんですが、今割といいんですよね。とは言ってもこの楽器、2年ぐらい使ってますけど、部分的に黄色っぽくなったり白っぽくなったりしちゃってるんですね。で、僕はこの楽器をずっと綺麗に使いたいので、かなり神経質になって予防しているんですよ。黒くなってしまうので、最初楽器が白っぽくなったり黄色っぽくなったりするんですけど、その状態でちゃんと手を打っておかないと、その後だんだん本格的に黒くなったりしていってしまうわけなんですよ。はい、ということで、ある程度は黒くなっていってしまうっていうのは予防することができるんですね。予防し、ある程度は解消することができます。で、そのために僕はいろんな方法を試してきたんですが、今回は本当に効果があると思った、黒ずみ解消、黄ばみ、それから白くなってしまうのを解消する方法を2つというか方法というかグッズを2つ紹介します。はい、1つはですね、これです。 JDR 日本ダブルリード株式会社が出ているキーガードという商品で、これただの紙なんですよね。ただの紙というか紙みたいなやつなんですよ。で、これはですね、ここに書いてありますけど、このシートは銀食器変色防湿剤でキーの変色原因となるガスを吸着しますというものなんですけど、初めて見た時本当かなと思ったんですが、これは本当に効果があります。この紙に多分何かこうそういう薬品というか成分がこう塗りつけてあるんですよね。で、それでこれをですね、楽器ケースの中に入れるんですけど、こういうふうによいしょ、楽器ケースに楽器を入れますね。で、袋を入れてしまうんですよ。それだけでかなり効果があるんですよ。
なぜ効果があるって分かるかっていうと、これをやってるのとやってない楽器とでもう全然違うんですよ、うん、それから、これはなんか多分ある程度こうあのこれを入れておくだけでもある程度その白くなってるものを元に戻してくれる効果すらあると僕は思っているんですね。こう楽器を拭き終わった後にこうある程度こうクロスでちゃんと拭きます。それでもなんかこう白っぽくなってるとこってたまにあるんですよ、拭いたのに。だけどこれこうやって入れて、でこうしばらく入れておきます。で次の日とかあるいはしばらく経ってからパッと見るとですね、前よりも綺麗になってることがあるんですよ、うん、なのである程度こう表面ごく表面に表着あのなんだくっついてるだけのそういうあの汚れあの成分っていうのはこれだけでも吸ってくれます、吸い取ってくれます、綺麗にしてくれます。はい、はい、そうですね。だからまず前提としてあの日頃からちゃんと楽器を拭き終わったらクロスで必ず楽器を拭くっていうのが大事なんですよね。それはまあそれをやってた上でそれでも黒くなってしまう人のための動画ですからね。あのクロスで拭きもしてない人はあのそこから始めてくださいね、はい、で今日一番見せたかったのはこれでして、これです。まずシルバークリーナーっていう、これあの友達がこれめちゃくちゃいいよってめちゃくちゃいいっすよって教えてくれたものなんですけど、これはあの銀のなんて書いてあるかな、銀うん、艶光沢が長時間持続とかそういうことなんですけど、なんて書いてあるかな、それ以外に書いてない、うん、表面保護作用があり艶を持続されてしまっているんですけど、はい、艶を持続というかあの黄ばみを取ってくれます、はい、でこれをどうやって使うかっていう、中にこういうあのちょっとこうしっとりしてなんか濡れてる綿が入ってるんですよ、多分こうロールで入ってるんですよね。でこれをちぎって適量ちぎってですね、でこれで楽器を拭くんですよ、キーを、うん、じゃあ例えばどこがいいかな、あこれがいいか、この楽器のもうこの楽器こういう黒くなっちゃってるところ、剥げちゃってるところはもうどうにもならないんですよ。この黒くなってるのとかはね、これはもうどうにもならないです、もう剥げてるんでね、あのつまり銀メキがもうないんですよここに。だからそれはしょうがないんですけど、まだあるとこありますよね。例えばこういうとこ、これなんかちょっと白く曇ってるんですよ。だけどこれは直せます、多分。やってみましょうか。このこれを使ってこういう風に気になるところをこうこするんですよ、コシ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 ってこうやって、うん、はい、こっちもやってみますか。ほら見てください、これ黒くなってます。この汚れに対して反応してるんですよね。あの削ってるわけではないと思うんですけど、そんななんかこうポリッシュっていうような感じじゃないんですよ。削ってる金属を削ってこれそれが黒くなってんのか、それとも果たしてこうただ反応して金属に反応して黒くなってんのか、まあわかんないんですけど、あの例えばあのポリッシュクロスみたいなのあるじゃないですか。あとはあのすごく強力なあのポリッシングをしてくれる薬品とか、あのクリームみたいなのありますけど、あれずっとやってるとそもそもあの銀メッキ自体が剥がれるんで、ずっとやってたら毎日のようにやってたらね。なので結局のところあれは やれば綺麗にはなるんですけど、金属自体はどん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 弱くなっていくんで、どん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 さらにサビがつきやすくなっていくんで、あのなんて言うんだろう、すごくいい解決方法ではないんですよ、うん、はい。でこれ擦ったんですよ、ほら真っ黒になりました、ね、まあ、こんなちょっとでいいんですよ。こんなちょっとちぎっただけでここ2つやれるんですよ。でこれすごくいっぱい入ってるんですよ。もうかれこれ2年ぐらい使ってますけど全然なくならないですね。ただこれあの乾かないように気をつけてくださいね、ちゃんと閉めてください。乾いたら使えなくなっちゃいますからね。で見てください、今やったところがなんかこう見えますよね、こう白っぽくなってますよね。このでこれを拭き取ってあげるんですよ。まあクロスでもいいしティッシュとか、ティッシュで拭き取りますけど、
はい、ほら、お、ちょっと待って、よし、うん、ああ綺麗になってる、うんうん、まあ若干あのもうね、サビハゲかけてる楽器ではあるので、ちょっとこうつぶつぶみたいな風に見えるかもしれないですけど、キー自体がちゃんとこう綺麗になってるの分かりますか？少なくともさっき黄ばんでたんですよ。黄ばんでたのがないんですよね、もう、うん、その黄ばみとかっていうのを放っておくと、まああれ多分油とかそういうものだと思うんですよね。あの金属がすでにもう反応し始めてるような、酸化してる状態なんですよ。でそのそれを取り除くことによって、それ以上金属が変質する要因をこう、あの根絶やしすることができるわけですね。綺麗になりました。でこっちも拭き取ってあげるともっと綺麗になります。そうだから、これ白っぽくなるんですよ。だから白っぽくなるのは必ず拭き取ってくださいね。はい、ほらちょっとこう鏡面仕上げみたいな、さっきよりもこのさらにこの際のところまでもうちょっと時間かけてやればいいんですけど、はい、綺麗になりました、うん、とにかくこれすごく良くて、あの初期の金属のその変質のごく初期の段階だったらこれを使うだけで解消します。でこれが僕が、高校生の時から使った楽器で、もう古いんですよ。でこれも見てわかると思うんですけど、なんかこう輝きが全然ないんですよね、キーに。これはまあずっと使ってるからしょうがないんですけど、うん、でちょっとカメラではわかりづらいかもしれないですけど、こっちは新しい方の楽器で、これはあのこう肉眼で見るともう全然違うんですよね、うん、でこれは日頃からあのとても気をつけて、あの毎日クロスもちゃんとしてるし、あのちょっとでもあの金属が黄色っぽくなったり白っぽくなったりしたらすぐこれやるんですよ、うん、なのでおかげさまでこれとこれのおかげで、この紙のおかげで、あの、うん、あの多分何もしなかったら真っ黒になっているところをまだまだ全然綺麗な金属のままで使えているんだと僕は信じています、というか確信しています、うん、ぜひ使ってみてください。銀色機用のこういう紙っていうのは別にこの JDR だけじゃなくて、あのいろんなところからもともと出ているものなんですけど、で僕他のものも試してみたんですよ。あの楽器用として売られているものではなくて銀食器用のものとして売られているものを使ってみたんですけど、僕これが一番効果が感じているんですよね、うん、これは、効果は1年間というふうに書いてあるんですけど、僕は半年か、まあ、3、4ヶ月に1回ぐらい新しいのを買っています。で新しいの入れます。何しろだって、ね、使い切る、これ安いんですよ、1枚がすごく安くて、そんなにこうしょっちゅう変えてもそんなに経済的な負担になるようなものではないので、うん、これをあの効果がなくなるまで一生懸命使い切るぐらいだったら、あの確実に効果がある状態をこう常にこう更新していきたいので、3、4ヶ月に1回ぐらいで買ってます。確かこれだって500円しないようなものなんですよ、うん、1枚で。僕は楽器といっぱい持ってますけど、全部の楽器ケースに入れてます、うん、これ本当におすすめです。これは本当に効果あるんで、うん、はい、なのでぜひ新しい楽器、まだ綺麗な楽器とか持ってる人はこれ入れといてあげた方がいいんじゃないかな、うん、申し訳ないけど、あの黒くなっちゃってる楽器の人にはもう手遅れなんですよ、うん、残念ですけど、もし綺麗な楽器に戻したければ滅鏡するしかありません、うん、で、うん、やっぱり黒っぽい楽器って、まあ、本当に僕のこれは偏見というか個人的なあの感覚ですけど、なんかこう、うん、言っちゃ悪いけど清潔感がないように見えるじゃないですか、あの綺麗なピカッとした楽器に比べると、うん、あとあんまり吹きやすそうな楽器に見えなかったりとかして、うん、僕はあんまり好きじゃないですね。あの使い込まれてるっていういい言い方もできるかもしれないけど、楽器が黒くなってるのをあんまり見たくないですね。うん、だからこれちょっとね、かわいそうで、かわいそうですけど、この子たち、うん、でもこのがいい楽器なんですよ。キー自体はすごくいいので、いまだに僕ちゃんと使ってますけど、うん、やっぱりこれ綺麗に戻したいな、メッキし直したいななんていつも思ってます、うん、はい、ということでした。おすすめの道具2つ、JDR のキーガードという紙、あのお店の人に聞けばわかります。それからこれが、バズシルバークリーナーという、
これ買った時はいくらだったかな、1134円です、うん、これは新大久保のダクさんで買いました。はい、あの楽器店で買えますんで聞いてみてください。はい、ということでした。はい、終わります。